今年は史上最速の梅雨明けとなりました。その影響はこんなところにも。中能登町井田にある不動滝です。1300年以上前から僧侶などが滝に打たれて身や心を鍛える修行の場として知られています。今日は滝開き、16人が滝に打たれ無病息災を祈りました。思ったほど水は冷たくなかったんですが、無我夢中で覚えてません、あんまり。何年かぶりに来させてもらったんですけど、もうすっきりして爽やかな気分です。今年は観測史上最速となる梅雨明けで、高さ20メートルから流れ落ちる水の量は例年の3分の1程度にまで減ったそうです。はい、稲垣さんも経験があると。僕は番組で2回打たれたことがあるんですけれどもね。でも流量もちょっと少ないとはいえ、十分です。山の水ですからね、入られるときは十分な準備をなさってから入られていただきたいなというふうに思います。はい。